皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではテンセットのファンダメンタルズ分析を行います。テンセットから新しいファンダが出ました。8月3日のパンケーキの上場に向けて、テンセットから新しいファンダが出るファンダ祭りが起こっています。今回の大きなファンダがあったので紹介させていただきます。こちらサブスクリプションモデルということですね。これまでテンセットをガチをしていた方にとってですね、朗報がありました。詳細見ていきます。どんなファンダなのかというところですね、昨日話であったですね、テンセットのジェームズローンチプラットフォームの具体的な内容ということで、96時間以内にこのテンセット2000トークンロックされたこのホルダーの方はですね、1年間ジェムズプラットフォームに優先的に参加できる権利を与えられるという、そういったこちらなんですけれども、昨日もちょっと簡単にご紹介させていただいたんですが、テンセットがですね、しっかりと審査した質の高いプロジェクトに対して優先的にプリセールスに参加できる権利になっています。でこれ何がすごいんですかねというところで、早速第1号で出たのはこのメタヒーローのプロジェクトがありました。で現在ですね、チャート見ていただいていけるようにですね、この非常に順調にこのチャートというか進んでおりまして、このプリセールスの段階で買えた方というのはですね、現在の価格と比べた時にですね、およそ10倍以上のこの価格というのが上がっているというところがあります。一方ですね、バイナンス製上で購入された方というのはですね、もちろんこの最初のタイミングで買えた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その後押し目で言うとですね、現在からいくと大体最大で4倍程度というところで、この差というのもあったりします。もちろん、絶対こういうことが起こるかというふうな保証というのは全く何もないという前提はあるんですけれども、このテンセット自身がですね、 CEO もですね、直接新しいプロジェクトの代表の方と話し合ったりして、その質の高さというのを担保した形でプロジェクトをローンチして、その時に先行してここでそういった参加できる権利が与えられるよというところで、非常にお宝のプロジェクトを見つけられる可能性があるというところで、非常にユニークな面白い企画なんじゃないかなというのがあります。で、ちょっと事務的な補足なんですけれども、2000トークンをロックするということは、このテンセットのですね、システムの 2% の手数料というのに関わっておりまして、正確にはですね、それも合わせてですね、2%、2000の 2% ということで、2040トークンも必要になっていくので、そこだけご注意ください。というような形になっておりましてですね、特にプリセールスで買った方というのは、最低でもですね、1000テンセットは持っていらっしゃる方で、その最初のニュースアップで購入された方もですね、比較的に低い値段で買われた方も多いかと思いますので、2000トークン持っていらっしゃる方もいらっしゃるのかなというのがあります。もちろん6ドルで買ってしまった方もですね、ここである種一つの救済措置というところもありますので、ここでですね、今後のこのプラットフォームに優先的に参加できるというのは大きなチャンスなんじゃないかなというのがあります。具体的な手続きの進め方なんですけども、最後のテンセットロックスというところを開いていただいて、ここからですね、ウォレットにですね、つなげて手続き進めていくことになります。で手続きに関してなんですけれども、ちょっとこの手続きがですね、うまく進まないよっていうのですね、ちょっとお悩みというのもちょっとお受けしましたので、ちょっとこちらについて説明をさせていただきます。私自身もですね、スマホでメタマスクのウォレットを持っていて、このロックをしようとしたんですけれども、このうまくいかなかったっていうのがあって、アプローブというボタンを押したんですけど、なんかこれがうまくいかなくてですね、12ドルだけ取られて終わっちゃったというのがあって、どうしようっていうふうにちょっと困ってですね、ちょっといろいろ調べたんですけど、テレグラムにその打開策というのが一つありました。現在このエンジニアのテンセットのエンジニアの方がちょっと調査中なんですけれども、今できる一つの方法としては、デスクトップパソコンにですね、パソコンのメタマスクの Chrome のところのですね、エクステンションにインポートを行ってですね、そこでこの手続きを進めていくという方法があります。手続きの進め方についてですね、でこちらのインポートのやり方ですね、ちょっとよくわからないよという方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと私の方で写真だけ撮ったので、ちょっとそちらを使いながらですね、ちょっとご紹介したいなと思います。やっていく方法なんですけど、まずはメタマスクを検索していただいてですね、こちら正しい URL からですね、正しいをちゃんと見ていただきたいんですけども、そこからですね、 PC の Chrome というところを選択して、それをダウンロードしていきます。でダウンロードしたらですね、メタマスクのページで新しいウォール、新規ウォールを作るのではなくて、リカバリーフレーズを使用というところで、リカバリーフレーズですね、この英単語12個っていうのを並べてですね、それを正しいものを選んで、新しいパスワードを設定していきます。そして条件を押して、インポートとやると、これで正しくインポートが行われます。インポートが行われたらですね、今ですね、こちらのアセットのところにはテンセットが出ていないので、これをですね、トークン追加というボタンを押してですね、ここでコントラクトアドレス、テンセットのコントラクトアドレスを入力して、
ていきます。そうすればですね、ちゃんと画面上にそれが表示されて、無事登録、無事このインポートができましたよというのが確認ができます。でその後の手続きとしてはですね、こちら公式のLINE グループで第3という方がですね、この後の続き非常に分かりやすくてまとめてくださっております。なのでぜひちょっとですね、こちら参照いただいてですね、下記の手続き進めていただければと思います。で私もこのロックのですねボタンを押そうかなと思ったんですけど、ロック見たらですね、ちょっと今ガス代が高騰しているというところがあって少し高かったので、ちょっと今35ドルぐらいというふうになっていたので、少し待ってからですね、こちらちょっと進めていきたいなというふうに思っております。またですね、テンセットのチャートもなんですけれども、この発表があってからですね、1.3 ドル付近からですね、少し今上昇して、まあ、2ドル前後ぐらいのところまで上昇して、8月3日のパンケーキ上場に向けてですね、今後の動向もですね、引き続き確認をしながら、新しいファンダがあれば皆さんにお伝えできればと思います。以上が今回の動画となりました。いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、またチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容がありましたらコメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。